ちは、かくすけです。アルメスラ仙台駅頑張っていきます。今度こそ。続きからでいいでしょう、多分。で、一番上のこれでね、1年目。あ、1日目ね。あれ ?2 年の1日目から始まるのか。やっぱ初めからにした方がいいかな。そうですよね、結構下がってますもんね。ゲーム中断。はい、あ、はい、うん。で、また名前つけるところからですけど、まあまあまあパパッとやっちゃいましょう。もうやっぱりね、言われてた通りですね。聞いた通りの難しさ、もう恐ろしい難しさこれは本当にねえ、うん、まあ名前はいいでしょう。はい、じゃあ牛そぼろにしましょうかね。牛そう、この長い名前つけない方がいいかな、毎回するなら。はい、どうだ。はい、おい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 、はいはい。あー難しいな。でもね、面白いです。見てる方が面白いかわかりませんけど、面白いです。これは悔しい、特にない。はいはいはい、センキュー。いい人が来てくれるといいな、最初の方に。とりあえず全員取りましょう。うんうん、はいはい、執務室ね。ほい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 、募集、はいはい、ほい。よし、これあれ上に上がってるぞ。あー、この人はちょっと、あ、1じゃん。4か、うん、どうなんだろう、どうなんだろう。3人じゃいけないけど、どうなんだろうな。とりあえず、あ、セーブだ、セーブ。120日は待った方がいいのかな、それとも冒険してそこら辺の敵を倒してレベル上げるってのもありなのかな。これはやっていってコツをつかんでいくしかないですね。よし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 。で、もう一回、うん、とりあえず待ちましょう、一旦。うん、120日間だけ、120日間待つか情報屋を待つかですけど、とりあえずね、普通の敵に勝てるようにね、6人はいないとダメだと思います。ムインね、よしよし、ムインなら簡単。ホルボーロねまあ倒せる、ホルボーロも。で、忍者でしょ、ニコさん、いいね。お、みんなや若いじゃん、いいぞいいぞ、守れるしね。編成で、はい、7人までね。とりあえずある程度強い人を、ん、ここに取り出して、うん、まあこの人はそんなでもないけど、さ、このメンバーがある程度強い人たちですね。で、回復はお互いにしてもらって、これは次回復の列ですね。これでとりあえずいいんじゃないかな。あと1人ぐらい入れたいけどね。まあまあ、ムインぐらいなら垂らせるんじゃない。はい、王の間に行って、で、遠征です。うん、大丈夫。おう、行ってくるぞ。もうね、すぐ下がっちゃうからね、あれ。全体地図で、うん、はい、ここにホルボーロ、こっちにムイン、遠いよ。マイナス8か、うん、同じぐらいですね。じゃあこっちから行きましょうかね。詳細攻撃力8、無属性 3×2、6、8か6、気まぐれに攻撃。よし、大丈夫。ん、初回攻撃で痛い目に遭うでしょうって書いてなかった今。あ、初回攻撃力8、じゃあ16ぐらい食らうのか。じゃあ
16ぐらい食らうと。わかった、16以下の人は守らないといけませんね、できるだけ。ここの、放浪者、放浪者たちが来たぞ。この人ね、攻撃力18だもんな。逃げますよこりゃ、逃げますよこりゃ、逃げる。貢献度マイナス10もなるのか。 5.70 かこ、そんな、やっぱあれ倒した方がいいのかな。今の状況じゃ倒せる気がしないんですけどね。うん、どんどん出てきますね。はい、まずムインをやっつけましょう、急いでね。どうなんだろう、いけるかな。16でしょ。うん、はい頑張る。16でしょ。おい、隠す気はとりあえず16あるでしょ。この人は守ってもらわないと苦しいでしょ。じゃあこうしとくか。できるだけ後ろまで来ないようにしよう。そうなったらこの人も攻撃した方がいいですよね。一旦でガガガッと攻撃で、こっちの人が守られるから。でも隠す気に一応この人を守る体勢にしてもらおうか。うん、あ、こうだこうだ。うん、それがいいんじゃないかな。うん、随分適当になりましたね私最近。この前みたいに、もう戦いばっかりですからね、そんなに時間かけてられない。頑張れ忍者は強い、いいぞ、いいよいいよ。あーでも苦しいな。守ってもらうけど、この魔法使いさんは結構年取ってるからやられるかな。やっててほしい。複数攻撃でしょ、この2人のどっちかがやられるでしょ。いや、いいよ、3。複数攻撃一発目を守れたらある程度大丈夫で、ここででしょ。あ、巫女さんって自分で回復、あ、そんなに回復してないってだけかな。回復できなかったっけ、あれ記憶が曖昧だな。いけるいける、これならいける。16、はい、よし倒した、危なかった。はい、牛そぼろ携帯にやって退治されました、よかった。一人もやられずにね、帰ってこられるよ。これだったら、これだったら帰れるよ。よし、安心してね。救われました、3上昇で、隠す気はレベルアップして防御補助、いいよ。忍者のレマシュードのが、あ、この人もそんなに強いんだ、やったね。全体地図で近くにはもういませんね。じゃあ戻りましょうか。ここが1年でしょ、3年、1年か。とりあえずここですね、次はホルボーロ。一旦帰った方がいいよね、仲間を追加してですよね、まず。いやー、アザントなんていきなり、あー苦しいよそれは。上積み騎士だしね、さらに。いやー、でも結構下がるんだよな、 HP19 だからな、勝てるかな。攻撃力に、でもこの人が守ってくるんですよね。9でしょ。まあ行ってみるか。このメンバーである程度強いから、この2人に頑張ってもらおうか。
お子さん、あ、列回復なんだ。そっか。そうなんですね。じゃあこうして侍さんを主に攻撃してもらおうかな。なったらこうやって、あ、防御に回した方がいいのかな、できるだけ。で、なんとなく現実さんを置く。この人はやられたらおしまいだ。攻撃力強化か防御力強化か。防御力にしておこうかな。うん、戦闘。もう前回はね、全体的に逃げ腰だったんでね、今回はがっつりいくパターンでやってみます。失敗したら失敗したです。うん、頑張ろう。現実師さん、できるだけ一旦もね、後ろに下げずに倒したいですね。うん、7も食らうの、それで12で守られるんでしょ。6 10。よし、1人倒した。で、回すしかないな、行くわ。ね、侍さん攻撃しないでほしい。うん、いいよ。うん、うん。おー、あー、属性だ。属性攻撃が来た。弱い、弱すぎるよ、侍さん。13。あの人攻撃力強化できるのか。調子に乗りすぎたな、これは。お侍さん上がったけど、あ、本編ではすごくね頼りになったんだけどな。いやー、これゲームオーバーだな。格助死んだらおしまいだからな。うわ、回復したし、やっぱこれにはあまり対応しない方がいいな。ヒヒヒ。よし、わかった。わかったぞ。それじゃあ、また前の、はい。はい。恐れながら申し上げます。角殿が負傷しました。には確か後継者がまだおらぬはず。ああ、引ける者がおらぬ、なんということじゃ。これでは騎兵隊を維持することなどできぬではないか。残念だが、牛そぼろ騎兵隊は改ざんするより他はない。また何もかも初めから始めないならば、なんということじゃ、全くなんということじゃ。難しいな。放浪者にはできるだけ会いたくない。しっかり道を渡らないといけませんね。じゃあちょっと町に入ってしまうような気がして、ちょっとね、遠回りしちゃうんですよね。そしたら山の場所とかになってすぐに出会っちゃうとかだったのかな。はい、ロード中、ロードしました。うん、急ぎすぎもいけないな、難しいな。はい、執務室でとりあえず120日を待ちましょう。うん、新規募集。ほい。いい人おいで。あ、これで登場したんですね。ムインね。ホルボーロね。さっきと同じかな、ひょっとしたら。あ、同じっぽい。へぇー。うん。うん。うん。別にできることはない。うん。ムインは倒せましたからね。やっぱり放浪者は避けていきましょう。こうやってできるだけ放浪者に会わずにいきましょう。あ、そこに出てきたオルマグ。倒せたら倒したいな。倒せそうだったらね。あ、魔物か、よかった。よくないけど。オルマグどうでしょうね。ちょっと確認しましょうか。はい、はい、はい。オルマグ。詳細。攻撃力10。力を貯める攻撃倍か。20毎回食らうってことでしょ。バルキリーを狙う。
無理がある、うん、20攻撃してくるのは無理がある。本当にそうか。20以上のメンバーがどれくらいいるか。この人を、うん、こうして、で初回攻撃力がプラス10なんですよ。10で20になるのか。防御補助が5でしょ。無理だな。相手の HP もすごく100以上はあるはずなので、20攻撃したとして30攻撃するとして、さらに補助で41攻撃するとして44でしょ1ターンで。あ、そっか、今別にもう出会ったわけじゃないのか。敵の HP は108でしょ。無理だね、これは。避けていきましょう。避けていったらまたあれに合うんだよな。これは倒せますね、普通に。いけるいける。どうもー。よし、リベンジ。リベンジって言ってもこの人には負けなかったけどね。攻撃力が8で、初回で16でしょ。16ね、いいよ。16、防御補助をしたとして、でさらに防御補助してほしいけど、うん、そういうわけにはいかないんでしょ。大丈夫かな。この人攻撃補助なんですよね。できるだけ核にまで回らないようにしてもらうしかないな。血が攻撃受けてもダメなんでしょ。うん、この2人だけでいけるように頑張ろう。おう、頑張ろう。よし、戦闘。はい、この2人だけで頑張れ頑張れ頑張れ。攻撃補助もついてます、防御補助もついてます。だからきっといける。いいよ、エクストラアタック、いいぞ。ガクは食らって、大丈夫かな。もう一回角が食らったら厳しいんだけど、で回したら回したでやられるでしょ。頑張れ角以外。よし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 、素晴らしい、えらい。回すかな、回さないと隊長がやられるもんな。防御補助がついてないけど、こっちの方が早くて塩さんが倒してくれるといい。倒…あそんな…倒して欲しかったよ。こっちの方が早いから倒せるけど、そっか。うん、あ、塩さん弱いな。2か、攻撃力。うん、もう昔の本編の感覚で言ったらね、全然全然ダメです。すごく弱いですこの子たち。でも翔さんちょっとね強くなりますよこれで、うん、レベルアップし攻撃力が上昇しました。魔術師さんが退役、忍者がランクインしましたね。ランクインしたらどうなるんだろうね。よし、宿泊の日早いですね。遠いですからね。この巨人を早く倒したいんですけど難しいですよ。侍と幻術師さんはもうダメですね。早いよ、下がるの。30歳でしょまだ。貢献度は一応そこまで下がってない。次はホルボールを助けに行かない、倒しに行かないと。あ、モインが出てきたぞ。レベル2か、勝てないだろうなまだ。
王様から妖精があればいいな。うん、はい、はいはい。3でしょ、うん、1でしょ。これどうやったら評価上げられるの。これはしばらく練習してからまた動画出そうかな。今回失敗したらちょっと難しすぎないかい。あ、この人はいいですね、アーチャーさん。行くしかないな。まあホルボーロなら倒せるんじゃないかな。で、全体地図の右上の方ね。ホルボーロならきっと倒せる。この2匹とも倒せると最高ですね。こう、あ、回り道しちゃったな。でも敵に会いたくないからな。敵に会いたくない。よし、放浪者に会わなかったぞ。こっちに来るまでは。帰る時に会うかもしれない。わ、雪山か、ここは。うん、ポルトを助けてください。頑張ります。アーチャーさんが増えましたからね。お、初回攻撃力ないね。やったね。4-2。よし、8以上あれば大丈夫。あ、9以上あれば大丈夫。これは勝てるでしょう、普通に。アーチャーさんもね、追加して、こうやったら、攻撃力か。そっか。魔術師さんやられちゃったのか。侍さんは仕方ない。これで結構攻撃はがっつりできると思います。8以上あれば大丈夫なんでしょ。うん、大丈夫ですね。一番、あ、ダメダメ。一番後ろまで回さなければ大丈夫。きっとそれまでに倒せるはず。8だから2回分は我慢できますし、攻撃前の2人。あ、3回分いけるか。でも体力多いですね。攻撃力強化して21でしょ。よし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 、守ったぞ。で、4しか食らわなかったから。あ、そっか、弓もいるんだ。よい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 、いいですね。そこはもう HP1 の人たちですね。いいよ、エクストラアタック。できるだけ敵の攻撃前に倒す。よし、よし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 、これはいいぞ。放浪者に会わなければいいな、帰りに。よかったー、これはいいんじゃない。そしてもう一匹倒したら貢献度も上がる上がる。救われました。3上昇で、レベルアップしました、格助がね。いいよ。よし、合わなかった。よーし、これでうまく倒して。レベル2とかじゃないですよね、まだレベル1だよね。最果て村。ああ、一番最果てだったもんね。よし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 、次は10ですね。ちょっと強くなったなってくらい。同じ。10食らいます。なので11以上でいきます、できるだけ。いいよ、この2人は絶好調だしね。これはこの記録でそのままいけるか。頑張れ、エクストラアタックが出てほしい。出ろ出ろ。14、攻撃記録強化21。えい、ああ、格付けに来たか。そっかそっか。ああ、そっか、これもあるんだ。毎回忘れるな。でもいいぞ。それでのエキストラ、ああ普通か。攻撃して18。よし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 、いいよ、このメンバー。もうさらにね、あのアーチャーさんが追加されてもう頼りになりますね。いいね、このメンバーはなかなかいけるんじゃないかい。帰りましょう。これで
これで貢献度がどれくらい上がるかな。うん、3上昇。格付けがまた強くなりましたね。いいことだ。他の人も上がってほしいですけど。お、祝福の日か。これによって皆さんどうなるんでしょう。ピークは、忍者、剣術師、侍。あ、忍者だって。忍者が下がり始めた。そんな、あんなに頼りになるのに。新しい忍者の代わりになる人が欲しい。うん、魔物が現れました。うん、あ、下に白の街道とか書いてあるんですね。それだったら草原を歩いていけば道の上じゃなくても行けるんですね。よし。え、なんでなんでこんな直線で出てくるの。やだー、アーチャーだって。これ絶対やられるでしょ。何なんでしょう。関節攻撃とか。絶対無理。逃げる。これは死ぬ。もう貢献度下がっちゃったよ。こんな直前の場所で。そんな、それはひどいよ。せっかくここまで会わずに来たのに。はい。倒したよ。3上昇。3上昇。そして以上2上昇。2人の入隊希望者。まあ今回はこれで終わろう。はーい。貢献度はまあまあまあですね。じゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。